どうもアニメロンソーダをご覧の皆様こんにちは、こんばんは、ミルバケスでございます。というわけで今回はこちら、未来クリスタルチャームネックレス3、プリキュアの、未来クリスタルの3のガチャですね、こちらをやっていきたいと思います。とりあえず全種コンプしたいところ、これは1回300円ですね。ではやっていきましょう。これはもしかして中身全部黄色だからわからない説あるな。ちょっと待って、1個ずつ開けていかないとダメか。とりあえず1個目はキュアマシェリの未来クリスタルですね。赤いやつ、普通のノーマルのやつですね。はい、2個目マシェリのリボンのクリスタルの方ですね。へい、リボンクリスタルですね、マシェリ。ちなみに娘は気はアムール推しなので、アムールが出ないと終われません。アムールよ、見てろ、よっしゃ、気はアムールのリボンクリスタルですね。さあ次で決めたいところ、クリスタルですね。はい、というわけで、はい、今回出たラインナップがこちら、キュアマシェリとキュアアムールの未来クリスタル無事ゲットいたしました。あとこちらですね、キュアアムールと、キュアマシェリのリボンクリスタルの方もゲットしました。で、マシェリのねリボンがダブっちゃったんですけど、まあ1個ダブリなんでものすごくいい成績ではないでしょうか今回。はい、というわけでガチャ動画でした。はい、皆さんもねぜひ見つけたらガチャってみてくださいね。ではこの動画 いいなと思ったらぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またゲーム実況チャンネルもやってますので、そちらも登録をよろしくお願いいたします。それではミルバケッソでした。ではまたね、アデュー。アニメロンソーダお願いします、チャンネル登録。